ミスフィッツはアメリカ合衆国出身のハードコアパンクバンド。アンダーグラウンドの息を出なかったが、スラッシュメタル時代のメタリカメンバーらが見出し評価されたグループの一つ。ボーカリストグレンダン・ジグを輩出したことでも知られる。女優マリリン・モンローの遺作である映画、ザ・ミスフィッツに由来。グレンダン・ジグがモンローの死を取り巻く噂に非常に興味を持っていた。 バンドのシンボル骸骨、クリムゾンゴースト結成初期は、グレンダン・ジグ、ジェリー・オンリー、マニーというギターレスの3人編成だったが、1978年には、新ドラマーとギタリストを迎えて4人編成となり、1979年には、彼らのシンボルとなる、骸骨マーク、クリムゾンゴーストや、髪の毛を真ん中に垂らした、トレードマーク、デビロックが登場し、 アイデンティティが確立された。その後、数度のメンバーチェンジを経て、1980年に、当時15歳だった、ジェリーの弟であるドイルが加入、グレン、ジェリー、ドイルという黄金ラインナップが完成する。1982年に記念すべきファーストフルアルバム、ウォークアムンク US。1983年にセカンド、e a r t ディ』、ウルフス・ブラッドを発表。 しかしこの頃には、バンド間の不協和音が最高潮に達し、同年秋のハロウィンライブを最後に解散した。しかしその後、メタリカやガンズローゼズ等がカバーを行い、解散後のミスフィッツは再評価されていった。グレンはそんな中、自己のプロジェクト、ダンジングの作品で高セールスを記録する。一方、ジェリードイルは、 ミスフィッツの最高を目指そうとした中、ミスフィッツの名称権をグレンが個人で所有していた権が発覚。ここで両サイドが対立し、約10年間の裁判沙汰の末ジェリードイルが勝訴。1995年に新ドラマーと新ボーカリストを迎えて再結成を果たし、1997年にサードアルバム、 アメリカン最高発売、翌年初来日も果たした。その後、ロードランナーに移籍、1999年8月7日には、富士急ハイランドで行われたマリリン・マンソンのフェスティバル、ビューティフル・モンスターズ・ツアーに参加した。しかし2001年をもってドイルが脱退し、ジェリー・主導の体制に移る。脱退後のドイルは、グレンと和解し、2004年頃から、 ンジグのライブに客演するなど休行を温めていた。そして2016年、ジェリーとも和解を果たしたグレンが33年ぶりに正式メンバーとして復帰し、離脱していたドイルも復帰した。リユニオンツアーは2019年まで続き、以降、当面はオリジナル編成で活動する予定はないと示唆している。 2020年6月時点活動初期正式メンバー確定後スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションスプリットアルバムバルザックミスフィッツドントオープンティルドゥームズデーありがとうございます